ようこそ FM 技能湾占いの館へ。この時間は、79. 7 9 7ヘルツ f m 技能湾より今週のあなたが幸せに暮らせるかもしれないアドバイスをお届けしていきたいと思います。新しい一週間の始まりです。今週の運勢はどうなっているのでしょうか 10月31日月曜日から11月6日日曜日の運勢を十二星座で占ってみましょう。 まずは、おひつじ座のあなた。対人面でとばっちりを受けやすい運勢。人のミスを尻ぬぐいで走り回ることになったり、八つ当たりされやすい星の配置です。自分は悪くないのになぜと理不尽な気持ちになりそう。人と交流するときは一定の距離を置いた方が良さそうです。続いて、おうし座のあなた。運勢は第2位。 運勢がいい方向へ変換していきます立て直し復活の暗示このまま続けていこうかどうか迷っていたことがあればもう少し頑張ってみましょう突破口が見つかりそうな兆しが出ています苦労した分希望の光が見えた時の喜びは格別のものに人脈運も入りますプライベートの友人が増えそう 続いて双子座。運勢は第3位。ときめくような出会いがありそう。これは恋とは限らず、今後の生きがいになる趣味のう発見や信頼し合える友人、可愛らしい動物との巡り合わせかもしれません。いずれにしても胸が高まることになりそう。恋愛運やレジャー運も好調な週です。 今週はプライベートの時間をできるだけ取るようにしましょう。続いて、カニ座のあなた。運勢は第1位。手料理を作ってみたら思った以上に美味しくできたり、部屋の整理をしていたら懐かしい品と一緒になくしたと思っていたアクセサリーを発見したりと、家の中でささやかな幸運に恵まれる運勢。 ホームパーティーを開くのも二重丸また家庭運も上がります家族との時間を増やすことで心が癒され運気アップに続いて獅子座別れの暗示重宝していた電化製品が壊れたり親しい人が転勤になるなど穴に心にぽっかり穴が開くような出来事が起こりそうただしすぐに出会いの運が訪れるので ポジティブに捉えるようにしましょう。続いて乙女座のあなた。自己表現がうまくいくときです。一歩引いた立場に痛がる性質のある乙女座ですが、今週は前に出ることで活躍できるチャンスを得られそう。自分の意見をどんどん発表したり、自分のセンスを生かしたファッションを楽しむなど、あなたらしさを出すことが開運に。 続いて天秤座のあなた少し夢みが,がちになりそうな週何でも自分の都合のいいように解釈してしまいそうですそのためうまくいったと思ったことが現実では厳しかったという結果につながってしまうことも起こりそう行動を起こす前にきちんと計画を立てましょうまた間違った情報が入ってきやすい運勢なので 話の真意は調べましょう。続いて、さそり座のあなた。解決と発展の運勢。困っていたことに救いの手が入ったり、待ち望んでいた返事が来たりと、物事がいい結果につながっていく運勢です。幸運が続くことで、あなた自身も晴れやかな気持ちで毎日を過ごせそう。また、今週は断言したことが、な、 断言したことが叶いやすい時なので目標は公言を続いていて座のあなた一緒にいる相手の運勢の影響を受けやすい週です最近ついている人といればあなたの運気アップになりますが逆のパターンもあります考え方がネガティブな人とは距離を少し置いた方が良さそうです続いて山羊座のあなた 一生懸命準備してきたイベントが不意の状態不意の事態が原因で中止になることなど何かと不完全燃焼で終わりがちな星の配置です特にレジャー面でトラブルが続く暗示旅行などの計画は年には年を入れて慎重に進めた方が良さそうですまたなかなか意見がまとまらない計画は 来週以降に先延ばしをした方がうまくいきます。続いて水が座のあなた。弱気は禁物。強気で行動することでチャンスをつかめる運勢です。少し背伸びをして自分をできる人に見せたり、自信たっぷりに振る舞ってみましょう。挑戦する機会を与えられたら自分の可能性を自分で決めずに果敢にトライをしてみてください。 あなたの可能性を広げてみましょう。最後に、魚座のあなた。対人運、友情運が好調。気の合う仲間と楽しく過ごせそうな一週間です。人と交流することで、元気や意欲をもらうことができるでしょう。同性の仲間との集まりには特に盛り上がりそう。集まりの予定がない人は、あなたの方から、 友人を誘ってセッティングしてみてはいかがでしょうか いかがだったでしょうか信じるか信じないかはあなた次第です本職ではないので当たらなかったなどの苦情は一切受け付けておりませんなるほどねぐらいでお聞きくださいそれではあなたにとって今週も素敵な一週間になりますように